冬坂日和、何日も姿を見せないから心配してたんだよ。でも無事でよかったかなり親密な関係のようだ。だが誰も信用するなか。覚えていないことは伏せて彼女の出方を確かめてからだ。これは君のだろう。私の生徒手帳、どこかに落としたと思ったのに A 君が拾ってくれていたのね。ありがとう。この薬も君の薬？うん、それ A 君が飲んでた薬じゃない。そうか、そうだったな。何の薬？どこか悪いの？大丈夫。冬坂伊織、君は？え、私は前に伝えた通りあなたのことが片思いかもしれないけど。いえ、森村千尋、ここの養護教諭だろう。ええ、先生がどうしたの？もしかしてあれからしばらくして先生ずっと休んでるし、何かあったの？あれから森村先生の秘密を聞いたあの日から。いや別に。森村の秘密、運命を受け入れる必要がある。まずい。大丈夫、あっちに行ったよ。そうか。あ、いけない。一限始まっちゃう。 A 君は保健室に用がある。でもあの人たち学校の中にもいるよ。学校が終わる頃ここにいてくれる？私案内する。分かったよ。また後で。運命を受け入れる必要がある。森村千尋がそう言ったんだ。思い出しかけてるのに。確かあれは俺は記憶、この世界、森村式死んでい運命を森村ち思い出し、確かこんなところにいたのか。下見をしておこうと思って。この夜景ももうすぐ見納めだな。そうね。相当な被害が出るだろう。セクター1では準備が間に合わず手の打ちようがなかったけど、ここでは違う。奴らを防いでみせる。そう願いたいよ。騎兵を19機も準備できたわ。戦闘シミュレーターでもいい結果だった。だが敵も同じままだという保証はない。勝てるかどうかは結局運次第だ。最悪の事態を想定しておきたい。もしこれで負けたらもう一度ループして最初からやり直そう。その方が勝算がある。この世界を見捨てて、いいえ、もう逃げられない。これで決着がつかなければイージス作戦で行く。ループを閉じるのか。ここから誰一人出られなくなるぞ。少なくとも私たちは生涯を全うできる。廃墟となった世界で追い果てるだけでも、その時は我々も運命を受け入れる必要があるわね。だがそうならないようここで奴らを倒すのよ。そうすればこの世界から。関ヶ原君、聞いていたのか。正直あんたらがどこから来てどういうやつかはどうでもいいんだ。怪獣から逃げ出さず俺の町を守ってくれるならな。騎兵に乗って守るのはあなたよ。期待してるわ。どうした？私に話があるんじゃないのか。確認に来た。例の約束を守ったら涼子先輩を利用するのはやめてくれるんだな。彼女を利用してるつもりはないが、これからはもっと気をつけよう。第三世代だけでいいのか。騎兵の命令権限をあんたに変更するのは。ああ、約束通りシステムを更新しておく。だがなぜ俺にやらせる。直接森村に相談する方が早いだろう。彼女に知られることなく指揮系統をこちらに移しておきたいんだよ。状況によっては彼女が暴挙に出る可能性がある。今そこで森村が言ってたイージス作戦とかいうやつのことか。うん、そうだ。ループを閉じるだと。一体何の話だ。俺たちの生きる街を見捨てるのなら絶対に許すことはできない。この作戦の内容を把握しておかなければ。イージス作戦、何をする気なんだ。侵略者の狙いは地下のコンピューター中枢だ。中枢の各ターミナルに防衛機能はあるが、奴らの攻撃には反応できない。だから奴らの攻撃と同時にこちらからターミナルにハッキングを仕掛け、ターミナルのイージスシステム、自己防衛機能を起動させる。いいことじゃないか。その結果タイムマシンが使えなくなり、二度とやり直しはできなくなる。それの何が悪い。勝てるなら俺は別に困らないぜ。この世界の時は止まり、全てが狂う。おそらく最後は廃墟に我々だけが取り残されるだろう。あの気味悪いダイモス掘削用でドリルフライだってさ。空飛んでんじゃねえか。あれも穴掘んのかよ。俺の乗ってるやつぶん殴るにはいいんだが、あれじゃ手が届かねえ。そういう時は EMP とやらを使えばいい。落っこちてくるから殴れる。面倒だな。98式戦車でD に押し負けた経験から格闘性能のある騎兵が作られたんだ。第一世代は接近性偏重な設計で機動力が高いが、飛んでるやつは想定していなかったようだよ。なんだ網口、なんでそんなの知ってんだ。なんでってなんていうか教えてもらったんだよ、夢で。なんだよそれ。どうだ敵は断じてよく考えるんだ。攻撃範囲内。やったか。やった。しゃあ。足手まといは嫌だね。落ち着け。俺ならやれる。20番機動くぞ。なるわよね。15番機移動しまりしないと。どうしよう、なんとかしなきゃ。17番機足手まといは嫌だね。うだうだ悩んでも仕方ねえ。集中するのよね。しっかりしないと。気を緩めるな。この距離なら。今日ついたか。海上よ。熱源補足。急速接近中。僕は。次の一手は。ここは危険だ。勝ちます。急速接近中。やってやる。どうだ。怪獣を破壊した。なんとかしなきゃ。これでどう。あれだ。やったわ。はじけろ。落ち着いてやろう。どう攻める。敵攻撃範囲内。気合いよ、気合い。うまくやるんだ。気を緩めるな。よく考えるんだ。これで当たった。撃破した。集中するのよ。私だって当たり倒せたの。どう攻める。処理した。大丈夫、きっと大丈夫。消えちゃえ。どう。やっつけたわ。喧嘩なら慣れっこなはずなのに大つい役回りだぜ。足手まといは嫌だね。サンキュー。常に先を読むんだ。敵へ消滅確認。ターミナル封鎖完了。周囲 2km 完全防衛圏。戦闘情報処理終了。やれやれ。この辺りはもう大丈夫か。教えてほしいんだけど、さっきから頭が痛くって。そういえば俺もズキズキしてる。これって大丈夫なのか。それは騎兵の稼働限界だ。騎兵から降りた方がいい。そもそも騎兵は危険で、操縦すれば脳に負担をかける。連続して長くは乗れない代物なんだ。無理して脳内のナノマシン結合が剥離しても知らないわよ。何も忘れたくないならすぐに降りた方がいい。とんでもないロボットだな。降りよう、冬坂。大変だ十郎、網口のやつまた教室にいねえ。きっと学食だ。行くぞ、準備しろ。また家に遊びに行く気なの？当然だろ。おっと、そういや網口君は不良っぽいところがあるけど、まだ途中だった。運動も勉強も得意で女子にも人気がある。その上彼の家は金持ちで、自室には最新のゲーム機が全部揃ってる。あの映画はマイナーで今ではなかなか手に入らないんだ。寝てばかりいるしちょっと変わった子だ。でも彼女は僕の夢によく現れる。それで妙に気になってる。そういえばこの前見た夢に芝君が出てきたな。アンドロイドまで出てくる変な夢だった。美和ちゃんごめんね、しょうがない、一人で帰るよ。そういえば冬坂さんって休憩時間とかいなくなるけど気になるのか？どこに行ってるのかと思って。私も行こうかな。美和ちゃんまたね。沢渡たちの話によると、またね、保健室へ昼寝に行ってるらしいぞ。寝てるのか。あとつけていって寝込みを襲うのか。そんなことしないよ。例のビデオじゃないけど十郎が見たがってたハードな洋物ビデオ持ってきたぜ。洋画の SF なのに誤解を招く言い草だ。テレビドラマの続き、それも録画しといた。地球に逃げてくる宇宙人の回。それって円盤から橋の上に転送されるやつ？あ、なんだ見てたのか。いや覚えはないけどどこかで見たのかな。網口くんの家に遊びに行くの連日だと迷惑じゃないかな。迷惑でもいい。俺がゲームで遊べるなら。円盤が故障して地球に逃れてきた異星人の映画、橋の上に転送されるシーンが有名だ。それ撮ってる時思い出したけど先週だったんだな。 UFO のテレビ放映見逃したのが悔しいぜ。1977年にアメリカで公開された遥か彼方の銀河が舞台のスペースオペラ、今も熱狂的人気を誇る SF 大作の一作目だ。 UFO ならテレビ録画してるけどビデオ貸そうか。お、ラッキー。3倍録画だから画質いまいちだけどビデオが趣味なら HG のテープ買えよ。それ今週号？そうだよ。先週の続き気になってたんだ。あのピンチからどうなったか教えてやろう。それを喋ったら君の意地悪を生涯忘れないよ。入れっぱなしだったダイモスの映画のチラシ。1954年公開の特撮怪獣映画、後にシリーズとなる第1作目の作品だ。この間話した初代の怪獣ダイモス、今映画館でやってるんだ。行かない？それつつじ駅近くの古い映画館だろ。それならレンタルして網口んちのでかいテレビで見ようぜ。安上がりだ。置いていくなよ。おいおい、学食行くなら遠回りになるだろ。あっちの階段行こうぜ。いねえな、網口。ちっきしょ、ゲームやり損なっちまった。もしかしたら女子なら網口の居所知ってたかもな。十郎聞き耳立ててたじゃん、如月たちの話に。何か噂してなかったか？知らないよ。ん？十郎くん。南さん、あのさ。どうしたの？いや、その彼はさ、いつまでいるのかなと思って。ああ、それね。いつまでってちょっとあってさ、もう少しだけね、お願い。ああ、そうだ、急いでるからこの話はまた。誰子ちゃん？ご近所の南さんだよ。うちのばあちゃんと南さんち仲良くて。意外に女子と仲いいよな。違うよ、これは僕の家の切実な問題なんだ。気ままなはずの一人暮らしはもうめちゃくちゃだよ。僕の生活はあれからどんどんおかしな方向に。あれ、寝ちゃってたのか。いい匂いだな。起きた？すぐにお夕飯だから、お箸出してもらえるかな。つけっぱなしで寝てた。ありがとう。食卓へ並べて。わざとじゃないけど、これお揃いの夫婦橋だ。変に意識しちゃうじゃないか。よしっと。まるで新婚さんみたいだな。いや、妄想している場合じゃない。なんとか彼女を追い出さないと。じゃあいただきましょうか。顔色が良くないわね。毎晩夜更かししてビデオ見てるからよ。今日は早く寝なさい。同い年のくせに年上ぶってなんだよ。布団に入ったってどうせ眠れないよ。なぜ？君のせいじゃないか。私君に何かしたかな。女の子とずっと家に二人きりだぞ。健全な男子高校生をどれだけ苦しめるんだ。やっぱり一緒に暮らすのはダメだよ。見つかると困るから？それもあるから。ともかく来月にはここを出てってくれ。はいはい。誰か来た。隠れて。十郎くんいる？南さん、なんで勝手に上がってくるの？玉尾おばあちゃんとは君より仲いいからね。勝手知ったるお隣さんなのよ。それよりお願いがあるんだけど。驚いた。十郎くん料理なんてするんだね。まあね。それでお願いって何？お願いというのはね。あら、南さんご近所だったのね。なんで出てくるんだ。クラスメイトの薬師寺さん。え、何これって。彼に何かご用ですか？いや違うんだよ。これはその夏野さん。ああ、入ってきて。お邪魔します。この家が残ってるなんて。誰？三浦慶太郎と申します。お願いというのはちょっと訳があって、彼を何日か泊めてあげてほしいの。え？あなたが玉尾さんのお孫さん？南さんとはどういう関係なの？部屋は空いてるし、おばあちゃんが帰るまでよ。薬師寺さんとのいやらしい状況も黙っておいてあげる。違う。代わりに何も聞かず彼をかくまって。とにかく頼んだわよ。夏野さんはああ言っていますが。ご飯食べた？夕飯一緒にいかが？はあ、僕の一人暮らし高校ライフがどんどんおかしな方向に。私はさっき戦ったけど、正体はバカでかいクレーンなんでしょ。侮らない方がいいよ。多くの兵装や防御装置を備えている。特にプラズマキャノンには注意がいる。騎兵の装甲ではイチコロだ。クレーンのくせになんでそんな武器とかついてるのよ。抵抗勢力に合わせたんだ。釣り合うようにね。騎兵が現れたから武器つけたってこと？それでも勝てるはずなんだ。おそらくはね。迷わないで。きっとうまくいく。めぐみ、どういうこと？来るわよ、気をつけて。勝てなきゃどうにもなんないんでしょ。やるっきゃない。訓練通りというわけにはいかんな。12番機、移動するぞ。11番機、正気を移動するぞ。行かない。19番機、移動を開始する。16番機、喧嘩なら負けねえんだが。21番機、どれか弱気を何かっては持ちこたえて。訓練通りというわけにはいかんな。こいつを食らえ。まだ操縦になれねえな。なめんじゃねえ。よし、勝機を逃すな。どうすべきだ。現れたか。早く敵を倒さないと。標的確認。やったか。目標沈黙。喧嘩なら負けねえんだが。ほらよ、決まったか。参ったか。俺の番だな。奴らがさ、どうする？急速接近中。くたばっちまいだ。よし、スクラップだ。迷っている暇はない。大したことないな。気を逃すな。今命中。デッキを破壊。よく考えるのよ。今の状況は14番機持ちこたえてみせる。この俺が弱気になっているとはな。12番機敵の挑戦を。私は何すればいい？ピンチはチャンス。ある程度は負けねえんだが。する相手は間違えたね。砕けろ。これでどうだ。目標を撃破。まずはこの俺が弱気になっているそうだ。助かる。奴らはまだ操縦になれねえな。ほらよ、決まったか。成仏しな。私はこの敵だけでも攻撃命中。さよなら。ありがたい。勝機を逃すな。さあどうする？まだ操縦になれねえな。頼むからうまく動いてくれよ。21番機訓練通りというわけにはいかんな。持ちこたえてみせる。12番機落ち着け。どうするぞ。訓練通りやるんだ。19番機移動開始。戦闘に集中しろ。よりまだこの騎兵は動く。無茶しないで。やったろうじゃねえか。なめんじゃねえ。機体の状態は天気攻撃範囲になる。くらえ。聞いたか。破壊した。まずは12番機。よく考えろよ。何か手は。14番機。一丁やるか。みたいだな。大変だ十郎。網口君がいないんでしょ。多分学食じゃないかな。さすが話が早いぜ。うさみちゃん。そんじゃ準備していくぞ。南さんが突然。そういや三浦君を家に連れてきたんだ。まだ途中だった。薬師寺だけでも問題なのに、僕の夢の一人暮らしはめちゃくちゃだ。まあ待てよ、読んだら貸すから。うさみちゃん、最近おかしいよ。大丈夫？なんだか時々暗そう。美和子はいつものまんまだ。何よ、心配してるのに。いおりちゃん、網口くんもね、本当に行くの？用事が。そうだ、こんなことしてる場合じゃねえ。学食行こうぜ。ゆっくりしてるとはみ口に逃げられる。いねえなはみ口。ちっきしょ、ゲームやり損なっちまった。販売も終わってるみたいだし、今日はもう帰ろうかな。もしかしたら女子なら網口の居所知ってたかもな。十郎聞き耳立ててたじゃん、如月たちの話に。何か噂してなかったか？知らないよ。しょうがねえ、今日は帰るとするか。しょうが、今日は帰る。うわ、またこんなに散らかしちゃって。UFO が現れると目撃者に警告したり、活動を行うと噂される謎のエージェント、それが MIB ことメン・イン・ブラック。彼の名は BJ。悪い宇宙人から地球を守るために文明の進んだ星からやってきた宇宙人だ。17番機兵というのはトライポッドと戦うために作られた BJ が乗っていたロボット。もうおとなしくしてないと見つかっちゃうよ。部活もうすぐ終わるからね。ーに閉じ込めたのは悪いと思うけど、ここしか隠す場所がないのよ。朝説明したじゃない。ごめんね BJ、 私の部屋だと弟が勝手に入るから隠れてても見つかっちゃう。学校終わったら一緒になくし物を探してあげるから、ここでいい子にしてて。やってろ。静かにしてないと MIB に捕まるよ。この辺うろうろしてるんだから。静かにこの辺うろ。休み時間にも来るから静かにしてるんだよ。というわけだからいい子にしてて。今度は出てきちゃダメだよ。もうちょっとだけ我慢して。ごめんね。やってろ。静かにこの辺うろうろ。私の部屋はよく弟たちが勝手に入るからな。やっぱり BJ を家には置いとけない。部室には放課後まで誰も来ないし、ロッカーの中ならまず見つからない。また夏の何？その転がってる箱、夏物だよね。ぎく。え、なんで？いつもロッカーに入れてるじゃない。見てたのか。何なのそれ、時計？それはその。秘密。また怪しげな UFO グッズなんでしょう。片付けとかないと先輩に怒られるよ。危ないな。もう行ったよ。おっと、危ない危ない。秘密情報が丸見えだよ。もしも BJ が見つかりそうなら素早く体育バッグに隠せばきっと大丈夫。もう分かってるの？見つかったらエリア51で解剖なんだよ。MIB だ。君、待ちなさい。しまった。そのカバンの中見せてもらえるかな。待つんだ。まだ追ってくる。どうしよう。南じゃねえか。尾形君、どうした？慌ててどうしたよ。ちょっと困ってて。黒服の男に追われてるの。なんだ、あいつらに何かされたのか。どうしよう、捕まったら解剖されちゃう。何？むかれちまうってのか？服を。宇宙服？そりゃ全部よ。きっと隅々まで調べられる。羨ま…いや、断固許せん。心配すんな。そんな変態行為放っておけるか。こっちに来る。今誰かいたぞ。てめえら校舎で何してやがる。ユキちゃん、ちょうどいい。手伝ってくれ。一体どうしたってんだ。逃げ出した怪しい奴がいた。何か隠してるようだ。まだその辺にいる。ここで恩を売っときゃメガネも自由にさせてくれるかな。いいぜ、特務機構の仕事だろ。そのための潜入要員だ。見つけ出すだけでいい。我々が捕らえる。で、どんな奴だ。嘘よ、ユキちゃんが MIB だったなんて。ユキちゃん、ああ。